皆さんこんにちは、ヨコです。今回もファルコンでスマブラやっていくんですけども、今日は3ストック全部を膝でしか倒してはいけない膝縛りで遊んでいきたいなと思います。対戦相手のイーちゃん、ヨロピク。さあ、強引に膝を狙っていくのは難しいんですけど、こんな感じでコンボで狙ったり展開で狙っていくのは比較的簡単な方なので、まあぐだらずに当てていきたいところではありますが、早速クーエヌクーエヌで運んでいく。さあ 40% ぐらいだったらクーエヌクーエ膝だったりクーエスタ膝だったりが当てやすいので、こんな感じでサクサクいけなー撃墜してないんですけど、どうしよう。てか背景の後ろのステージの豚ちゃんかわええな。なんかあれ似てるわ、あの俺が通ってた塾のクモンのマークに似てる。マジでこの雑な感じそっくりだな。さあ、クモンといえば、僕はその日に終わらせなきゃいけないプリントを、あの、川の下に流して、減らしてた過去があるんですけど、さあ、黒歴史を暴露しつつ、膝を当ててく。そう、マジだからね、本当にクモンの課題嫌すぎて、そう、減らしたろと思って川に流してた。あれ今日の課題数少ないねって先生に言われてた。そう、元からなかったっすって言いながらもちょっと川に流してたっていうね。これやばいかな？ OK。うわ、手やすそうなキャラ来たね。ロボットの滝くんよろしくお願いします。君が滝くんなら僕はミツハということで、お互いの名前を忘れないようにしていきたいんですけども、さあ早速やっていこうか。ただ、さっきドンキの人に当たって、膝狙いすぎて、ガン処理されてさ、もうバッキバキにされたから、立ち回りは硬派にガチで、撃墜はもうバンゴリ膝でって感じでやっていきたいところでね、コマがあるから一応コマコンボもコマ膝も狙っていきたいんだけど、ちょっとロボットの上 B の自由度やばすぎん？そこも強い点だよな、ロボット。膝がかさ当たりした。 OK。 このね、回避上がりの位置にいるとその場上がりからの打ち返しも枯れるから強いんですよねーってことで、コンボが美味しいけど、それはうまいわ。さあ、コマヒさんね、うまいな。つかみをね、俺最近ガード固まりすぎなんかなと思うんだけど、これは帰ってこれる。よし、お帰り。さあ、コマヒさん狙いたいけど、警戒されてんな。これダメだ。オッケー、そのビームは、そこまで見てる。さ、ただ、膝を当てすぎたせいで、膝の OP 操作がかかりすぎて全然飛ばん。やばい、全然飛ばん。OP だけにおっぱいって感じなんですけど、オッケー、回避上がりを膝で買っていく。生で膝気持ちいいね。さ、いつものルーティンの左からのクーエヌコンボで、ガンガン軽く稼いでいって、もうすぐ膝で倒せる。もう倒せるよ、膝で。もう中学生、もう膝中みたいな感じで。うわ当たりどころ悪かったか。まあ、膝っていう技は、出始めの1フレームしかクリティカル判定がないので、そこを当てるのが難しいんだけど、ファルコン5、6年となれば、まあ、それも簡単ですよと。オーケー。体でかい対戦相手しか来ないんだけど、天国か、ここは。企画してる身からしたら幸せすぎてよだれが垂れすぎて、タラちゃんしそうなんですけど、よだれだけにベビーコングさん対戦よろしくお願いします。オッケー。ただこれさ、膝縛りやから、あの場面でもメテオできないのはちょっと、タイドンキーコング辛いんだよね。だからさっき負けたのはある。で、ツイッターでもツイートしたんですけど、このステージ、まあ、いわゆる小戦場のファルコンね、俺、最初強いと思っとったんやけど、自分の中での評価は最近下がってきてるんですよね。で、なんでかっていうと、下投げしたら、小戦場の台が低すぎて、即受け身の展開になりがちなんですよね。そう、こういうところで掴んだら、即、受け身の展開になって、あまり投げからのコンボが美味しくないんよ。さ、こんな感じで空上を当てられる、空上じゃない、空上の当てられるなら、まあ、流れで撃墜できるんだけど、そう、投げからのコンボが美味しくないってあんまりファルコン使いからしたら嬉しくないじゃん。まあ、だからあんまり強いとは思わんくなってきた。まあ、ただ戦場よりマシだからこのステージでこするんだけど、まあ難しいよな。
やっぱファルコンはカロスとポケスタ2が一旦強いステージだよみんな。そしてスマムラファルコンはうんこ。よし、コロエはいけるか。オッケー、楽々。さあマッチングしました。ベヨネッタのアワさん、よろしくお願いします。自分の試合見直してみたんだけど、俺ってオーケーが口癖なんやな。なんか死にたいとかネガティブな言葉が口癖じゃないだけマシだなとは思ったけど、ちょっとうざくない？オッケーって言ってる人。まあいいけど、オッケー。あ、またオッケーって言っちゃった。まあいいや。早速膝当てて、幸先いいんですがーん。うまいの、その下スマッシュ。おっと？相手今、シャゲランしたね。シャゲランで思い出したんですけど、アワさんのベヨネッタのシャゲランは、煙を出してシャゲランしてたんだよね。ちょっと今リプレイ俺が編集で頑張って出してるかもしれんけど、あのシャゲランは俺からしたら二流のシャゲランなんで、あの次このアワさんを撃墜したら本物のシャゲラン見せますわ。煙を出さないね、あの気持ち悪いシャゲランの方法があるんだよ。だからちょっと早く見せたいから撃墜したいんだけど、お願い当たって、よし、さあ見て折れろ。見た今の煽りじゃないからな。だって対戦相手も知ってたし、あの操作方法がね、あのちょっとね、あのさっきじゃがりこ食べたからね、あの手がね、油っぽいから、あの操作確認っていう意味で、あのシャカシャカってしただけであって、対戦相手もしたから僕は別にね、あの煽りとかいう意味だからして。もういいか。さあ相手のコンボがうまい。その崖上がり横尾強すぎ。カレーアンケ、痛い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 。どんだけ弾打つねん。オッケー。すごい、ベクトルがもう、ピン、ピーンって感じで飛んだな、今。さあ、最終戦やっていきましょう。サケケさん、よろしくお願いします。やっぱ、最後に撮ろうって。これ、この試合最後にしようと思って撮影したら、ファルコン来るんだよね。分かってんな、スマブラ。いいね。さあ、ファルコン慣れているので、膝を当てるのは少し得意ですが、これは無理だね。普段だったらあそこメテオで撃墜できてる場面なんですけど、OK。膝で撃墜していく。メテオ封印となると、膝当てるのはちょっと難しいね。で、お相手のファルコン金色だね。個人的には、ファルコンのカラーって言ったら、通常色と黒色と赤の3択だと思ってたけど、みんなどうですか？ファルコンの何 P カラーが好きですか？金もまあまあかっこいいけど、個人的に一番ないなって思うのは緑ですね。緑のファルコンやばない。多分緑ファルコン使ってる人はアイス屋さんでかき氷頼む人だね。偏見がやばすぎるんだけど、ちょかき氷の思い出したわ。俺さ、今前歯生えてるんだけど、じゃ前歯誰でも生えてる。前歯の後ろからなんか新しい歯が生えてきてるんだよね。オッケー、いらっしゃいませ。なんかね、ちょっと歯茎のとこはなんか痛いじゃないけど違和感あるから、なんなんやろなって思ってたら、なんかね、前歯の後ろから歯が生えてきてさ、何俺狼にでもなるのかな、ちょっと不安になってるんですけど、皆さんなんか知ってる人いたら教えて。こういうのなんて言うんだろうな。あ、外しちゃった。これが前歯のせい。これは確実に俺の2本目の前歯のせいです。今の膝外したの。あ、これも前歯のせい。これ奥歯のせいかな。オッケー。さあそろそろ当てて終わりよければ全てよしということわざで番ゴリ決めていきたいんですけど、いやファルコンキック強いよ。発生早なったからオンラインで狩るの余計難しくなった気がする。さあファルコンダイブうまい。あ、それうまいね。あー俺が膝に撃墜したいのに。そう。で、今回、俺が意識してたことは、膝のカス当てで撃墜はもう、ダメってことで、膝クリティカルだけ！よし。結構楽しかったな。膝縛りで潜るのは結構楽しいので、皆さんもぜひやってみてください。ここまで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。